Wikipedia writes about traditional Chinese medicine as follows. Traditional Chinese medicine is a style of traditional Asian medicine informed by modern medicine but built on a foundation of more than 2500 years of Chinese medical practice that includes various forms of herbal medicine, acupuncture, massage, exercise, and Dietary therapy. It is primarily used as a complementary alternative medicine approach. Traditional Chinese medicine is widely used in China and is becoming increasingly prevalent in Europe and North America. One of the basic tenets of traditional Chinese medicine holds that the body's vital energy, qi or chi circulate through channels called meridians that have branches connected to bodily organs and functions concept of the body and of disease used in traditional chinese medicine reflect its ancient origins and its emphasis on dynamic processes of a material structure similar to european humoral theory Scientific investigation has not found histological or physiological evidence for traditional Chinese concepts such as qi meridians and acupuncture points. The traditional Chinese medicine theory and practice are not based upon scientific knowledge and its own practitioners disagree widely on what diagnosis and treatments should be used for any given patient. Traditional Chinese medicine's view of the body places little emphasis on anatomical structures but is mainly concerned with the identification of functional entities which regulate digestion, breathing, aging, etc. While health is perceived as harmonious interaction of these entities and the outside world, disease is interpreted as a disharmony in interaction traditional chinese medicine diagnosis aims to trace symptoms to patterns of an underlying disharmony by measuring the pulse, inspecting the tongue, skin, eyes, and looking at the eating and sleeping habits of the person, as well as many other things. この本は1974年、私が32歳の時に書いたものです。前書き以外はすべて私が書きました。全国の医学部新旧学校の教科書としても採用されました。その本の中で、この五蔵六部、総一覧図を発表しました。そして1988年に、その五蔵六部、総一覧図を さらに発展させ、訂正し、この相乱図を発表しました。東洋医学の相一乱図ということになります。今日はこの相一乱図について簡単に説明します。漢方が考える人体、五臓六お及び 精神活動のメカニズムは西洋医学の常識に従うとかえって混乱する。そこで一連の概念を有機的に図示したのがこのページであるが、その説明を図の中の番号にのっとって以下にキス。1、人体の生命活動の源は呼吸によって得られる天の木と 飲食によって得られる地の木である。天の木は陽気となり、孔を経て灰へ。また、地の木は陰気となり、陰を経て家、それぞれ送られる。三、胃は水国の海え、つまり飲食の海と呼ばれ、この胃の消化作用によって、 水国の正気、つまり正備なる栄養物が生成される。4. 小腸は受精の管と呼ばれ、胃で熟成消化されたものを精、つまり栄養物とカスに選別して、精を冷え、カスをさらに固形物と 水分に分離して、それぞれを大腸と膀胱へ送り出す。七、一方、呼吸によって体内に取り入れられた天の木は、肺の作用によって全身に送られるが、一部は陽気となって肌の保護に当たる。暑い時に肌を弛緩させて汗を出し、 寒い時に肌を縮ませ、患者、つまり病気の原因の一つから体を守るのがこの陽気の役目である。肌をこすると熱くなるのはこの陽気の作用によると漢方では考える。9. この天の木、つまり陽気は体内で性、つまり陰気と合体して 元気となる。この元気は神気とも呼ばれ、体を機能させる原動力となる。十、非は運化の中枢と呼ばれ、象徴で選別され送られてきた性を全身に運搬する。性とはこの場合、体の栄養物と考えるとわかりやすいが、 その一部は A となり、体の表面や内部で体を守る。健康な人は皮膚がツヤツヤしているものだが、それは A の作用による。11. また、皮は生の一部を脈中に送り込む。この生は先天の木、つまり、 生まれながらにして人体に宿る生命力を得て変化して血となる。なおこの血とともに栄養物は栄となり人体を循環しながら栄養する。十二、肝は血の海とも呼ばれていることからもわかるように血を貯蔵して体の血量を 調整する働きをする。十三。そして、血は、心の作用を受け、全身を循環する。なお、漢方では、脈を司るのは、心であると考える。十四。また、性は、人へ送られ、そこに貯蔵される。この人が、 左京の間と呼ばれる理由は、生命活動に必要な生を貯蔵し、五臓六腑の要求に応じて、その生を随時供給し、人体の健全な働きを維持するためである。十五、人に貯蔵された生の一部は、生液、あるいは 陰液となって生殖活動の源となる。なお、この生は生まれてく来る子供の先天の木、つまり生まれながらにして子供に宿る生命力の源となる。なお、この先天の木を人気とも呼ぶ。十六、体に充満する木は一方で 精神活動を営む。そのことを、霊数本人編は次のように説明する。徳、つまり、自然の生命力と気の二つが合体して、生が発現する。その生の基本物質が生であり、生は精神活動の源である。根と肉体活動の源である。 白を生ずる。この根と白は心のコントロールを受けながら相互に作用し合い様々な精神活動を展開すると。17、この精神活動はい、つまり物事を話す働き。し、いから生ずる思い。し いろいろ考える力。りょ、考え抜いた結果、理想を慕うようになること。ち、その理想に達する人ために、人はいろいろな方法を選択するが、その力のことを順に生み出す。また、これらの精神活動は、五臓と密接に関係し、感は、根。 心は心、火はい、灰は白、人は死を宿す。十八。なお、五臓六腑の中にあって、三照は体内の水路を整えるなどの総合的な機能を持ち、心宝は心を守る外衛として機能し、さらに、 タンは中性の炭と呼ばれることからもわかるように、精神活動の中性の判断を行う。したがってタンが病むと、その判断は偏ったものになる。林博史の健康論。引用和平の人に なるために。引用のバランスの取れた、つまり引用和平の人になるために、漢方は次のように説いている。すなわち、発風自然の理によく順応し、世俗の習慣に自らの趣向を無理なく適応させ、恨み、怒りの 気持ちはさらにない。行動や復職もすべて俗世間の人と異なることなく、自らの崇高性を表面にことさら表すこともない。身体的には働きすぎず、過労に陥ることもなく、精神的にも悩みはなく、 平成楽観を胸とし、時速をこととすると。つまり、引用の大原則に順応して生活すれば生存可能であり、それに配置すれば死に、順応すれば太平であるということになる。 Sumula Company website writes as follows. Traditional Chinese medicine dates back to the Shan dynasty or about 3000 years ago. Some of the ancient hierographic characters, found and bones and carapaces from the Shang period include health-related descriptions such as illness and disease. While shamanism was dominant during this period, it is likely that empirical medicine was also practiced. During the Han Dynasty, the three principal classics of Chinese medicine and Kampo medicine were compiled and established, namely the Honzou Kyo, Kote Daikei, and Shokan Zatsubyoron. 皇帝大経は現存する中国最古の医学書、医学書と呼ばれています。古くは新教旧巻と祖門旧巻があったとされていますが、これら旧巻は散逸して現存していません。現在は王、兵の編纂した祖門と礼数が元になったものが伝えられています。皇帝が気白をはじめ幾人かの 学者に日常の疑問を問うたところから、モンと呼ばれ、問答形式で記述されています。例数は信教の別名とされ、モンが基礎理論とすると、霊数は実践的、技術的に記述されているということになっています。こうした記述を読むと、東洋医学のバイブルと呼ばれている皇帝大経は、医学書であり、かつその 原本は残っていないということになります。また、現存する皇帝大経は、8世紀前後の王氷らによって編纂されたものである、と。本当にそうでしょうか医学書だったのでしょうか実は、その原本は、京都の仁和寺に残っていました。検討士たちが改ざんされる前の原本を、 当の長安から持ち帰っていました。その一例を皆さんにご覧いただきます。ズバリ、諸門、ご運行、ご運行、対論編です。広しはやし、浜松市ジャパン。今ご覧いただいている図はですね、えー、京都 人な寺に残る皇帝大家諸門霊数、諸門、五運行、大能編の一部を私が解読したものです。それによりますと、北の財政、私はそれを北極と理解していますけれども、北極から見ると地球はこのように移動、回転しているということになります。その一部を紹介します。皇帝は、 通って聞く。それではした、下というのは何か気迫は次のように答えた。欠員が視点つまり上ですと、商用は財政つまり下であり、左に陽明、右に大員であります。同様に商員が視点ですと、陽明は財政、左に太陽、右に商用であり、大員が視点ですと、 太陽が財線、左に欠員、右に陽明であり、昭陽が視点ですと、欠員が財線、左に昭陽、右に太陽であり、陽明が視点ですと、昭陽が財線、左に退陰、右に欠員であり、太陽が視点ですと、退陰が財線、左に昭陽、右に昭陰であります。これらは北の財線から南を向いての位置で言い表します。このように、視点と財線の木が上下に相交わり、 感所が移り変わり、六期が調和すれば平穏であり、そうでなければ病気となります。そして、その次の一節には、次のようにあります。皇帝は通って聞く。天地の動静はどうか。気迫は答える。上の視点は右天し、下の財線は左転し、左右から 365日余りでまた元の位置に戻ります。繰り返します。気迫は答える。上の視点は右天し、下の財線は左転し、左右から365日余りで元の位置に戻ります。もう皆さんはその意味がお分かりですね。 では、皇帝大形について説明しておきます。東洋医学のバイブル。それが皇帝大帝。祖門霊数ですね。で、東洋医学は、その皇帝大帝祖門霊数に始まって、皇帝大帝祖門霊数に終わるというふうに言われています。医学書ということになっていますが、本当にそうでしょうか。まあ、皇帝大形という書物はですね、実は、 王表によって、まあ、11世紀、2世紀に入ってからですね、ずたずたに改変されていますね。ですから元の皇帝大帝の書物は中国には残っていません。が、なんと、この日本に残っていたんですね。そのずたずたに改変される前の皇帝大帝が日本に伝わり、現在は京都の仁和寺にある。 と言われています。その京都の仁和寺の皇帝台形を、えー、元に私が謎を解きました。それが今皆さんにご覧いただいた御恩公大論編ですね。まあその中で皇帝台形は地道説、地球、まあ球体説などを解いています。さらに驚くべきことにですね、大挙、虚という言葉も出てきます。まあ大挙というのは 何もない真空状態という意味ですね。そしてその下に木があり大気があると。まあ、大気というのは現在私たちが空気と呼んでいるものです。まあ要するにその皇帝大帝なる書物がですね、医学書になってしまっているわけです。で、それを改変したのが王表であると。私はそのように理解しています。で、皇帝大帝がですね、まあ今まで まあ見せて皆さんにご覧いただきましたけれども、当時のまあ常識としてですね、地球球体説とかね、地動説とか、そういったことを当時の人に説明しても、説明理解できなかっただろうということなんですよね。ですから、皇帝大形まあ規範と皇帝のね、問答によって、まあ皇帝大形は構成されているんですけども、その問答によって、まあ丸りくどい言い方ですけども、あの、 一つずつ噛み砕くようにして説明しているということですね。それから、まあ、一つ注意していただきたいのは、南の視点、北の在線となっています。まあ、エイリアの世界ではですね、南の方が、なーち今で言う南極の方が上であったということですね。南の視点というのはそういう意味ですね。で、北の在線ということは、北の方が まあ、下であったと。現在、私たちが持っている、まあ、地球、まあ、地図の概念とは、まあ、正反対だということです。そして、それを順に組み立てていきますと、まあ、北の方から見ますとね、地球は、北の方のから南の空を見ますと、地球はですね、時計と逆回りに回っているということになるわけです。逆に今度は、南の方から北の方を見ますと、時計の、まあ、狩りのね、回る方向と同じであるということを説明しているわけです。 そして3654日という数字もこのニンナジに残る皇帝台形の中には出てきます。すなわち1年の日数は3654日。まあ少しあるという意味ですね。それは正確に現在の太陽暦の1年と一致します。まあ、このように皇帝台形というのは大変謎に見した書物ですけれども、まあ私が考えるところ、 皇帝大帝というのは医学書ではなく天文学書であったということになります。それをですね、まあ、後の中国の学者たちがずたずたに改変してしまって、それが現在私たちが皇帝大帝と呼んでいる書物ということになります。そしてそれが医学書ということになったというふうに私は考えています。ここですね、視点は右に巡りと。 いわゆる北の側から見ますと、えー、南極って言いますかね、南の方を見ますと、右の方に巡っていく、回っていくっていう味ですね。で、こうした表現によって、ゴンコ、これはゴンコ対論編のところですけどもね、あの、まあ、当時はですね、根天ツ外天説っていうのがありましてね、天動説が主体であったわけです。そうした時代の中で、まあ、地動説を説いたということですよね。 地球球体説もその中に含まれているということです。そして、まあ、地球はね、さらに太陽の周りを回り、そして365、4日で元の位置に戻ってくると。そして、えー、この木の上には、大気の下には木があり、木の上には虚があり、その上には大気があるというふうにも書かれているわけです。なあち、正確にこの宇宙のね、 まあ、簡単な構造ですけども、それを説明しているということです。まあ、ここに何が戻るかっていうふうに書いてありますけども、言うまでもなく、地球が元の位置に戻ってくるということですよね。365よっていうのは、あまりっていうのはそういう意味です。が、しかし、こうした説はですね、否定されてますね。それは当然なんで、それを認めたら、 世界の歴史がひっくり返ってしまいますからね。はい。いわゆるまあ、少なくとも、五感の時代に地動説があったということになりますと、まあ、コペルニクスの地動説が吹っ飛んでしまいますからね。そういうことなんですね。そして、 まあこれは回転するということは要するに自動説だということです。まあ左右に回ってというふうに訳すのは正しいと。私はそのように解釈しました。ここが結論ということになるわけですね。時計回りに回っている。 時計とは反対回りに回っているということです。言うまでもなくコペルニクスが地動説を発表したのは1473年から1543年ということになります。まあ、こうして図解していますと、順番に見てくださいね。あの、便宜上、地球を6等分してるわけですね。 で、まあ、北の財政、なおち北極から見るとですね、地球はこのように回っているということを、皇帝体系は示しているわけです。今、順にこう、文字が動いていく順番を見てくださいね。地球はこのように回っているということです。で、今度はですね、反対に南の視点から見ますとですね、南の視点から見ると、今度はですね、地球はこのように回っていると。そのように示しているわけです。 順に文字をかけていただきますと、時計と反対回りに回っていることがわかります。このように地球は回転しているということを、皇帝体系のゴウンこン大論編は説明しています。そして全体としてみますと、まあ、これ、人間の感覚とは北と南逆転してますけども、北の財政を上に持ってきました。人間風にね、続くビデオどうかご覧ください。bye for now. Hello, this is Hiroshi h a y a s h i Hamamas City, Japan.Mystery of two civilizations.Answer to Yan Shao and Shumel.In Japanese. みなさん、こんにちは。今日は私の人生において最も素晴らしい発見をした日でもあります。最初に、まあ、少し遠回しの言い方になりますけども、私は1972年頃から東洋医学に興味を持ち、東洋医学の勉強をしました。当時は、 あの東洋医学というのはですね日本ではほとんどされてし,しまっていまして、1972年にですねニューヨーク・タイムズのレストン記者がですね北京でハリマスイをあの目撃するんですね、それはニューズウィクシーに出まして、日本で一,なん一大先者が起きて、東洋医学が見直されたま,ました、それで私とワイフはです、ね、週毎週、同日と東京の厚生年金会館に通いまして、台湾から来ていました。 毎週来てくれました、台湾工科大学当時のね、あの先生、張先生の弟子になり、そして東洋医学を学んだわけであります。そして、本をこのように3冊ものにいたしました。1冊は、あのー、今でもあの医学部鍼灸学校の教科書として使われています。 そういう流れの中で、私は東洋医学、特に皇帝大学、まあ、東洋医学の、あの、バイブルと言われている、東洋あ、皇帝大学に、まあ、興味を持ったと言いますか、当然、あのー、その、それを中心に本を書いていったわけですね。で、まあ、この、目で見る漢方診断という本も最後に、えー、私は東洋医学の世界から足を洗ったわけでありますけれども、その中で、まあ、いくつかいろんなことを発見いたしました。 えー、まず大一に重要なことはですねあの東洋医学と言われている皇帝大学というのはあれは医学書ではないということですね、ずたずたに医学書にされていますけれども、原本はですね日本の忍な寺に残っております、でまあ、特にあの東皇帝大学がずたずたに医学書になったのは王氷という学者がですね11世紀から12世紀に出てきて、まあ、あの書き直してしまうんですね。それ,それ以後あの、まあ、東洋学の バイブルとなりますけども、もともとは、ご運行大論編に見られるように、天文学の,あの本であったんですよね。で、その一部分に私はあ、地動説を発見したわけであります。で、その前にあの皇帝大帝、芝線に出てる、まあ、あの、まあ、いろいろその皇帝から、あ右皇に至るまでの、あの、帝宇ですね、至るまでの歴史をちょっと振り返ってみたいと思います。 ま、これがその表でありますけども、延帝。まあ、これ、親王と言われてますね。で、皇帝。それから、これ、あの、芝戦の、あの、に応じて、あの、表にしたものであります。そして、帝戦玉、帝国、帝行春、嘘子を送るわけですよね。で、皇帝というのは、ま、一応、中国の歴史の中では、2番目に出てきます。で、その中でですね、私はですね、面白い、あの、一、あの、なんて言いますか、偶然、一に気がついたんですよ。ノアがですね、ちょうど会員から数えて7名度の、 ですね、7代目の帝魚、ね、の時代にです、ね、大洪水を経験してるんですね、それを収めて帝愚が蔵につくわけであります、すなわち旧約聖書とその、なんて言いますか、皇帝あの芝線の式との妙な不合成に気がついたわけであります。うん、そして同時にですね あの、まあ、皇帝大慶という本がですね、まあ、あの、王表によって実在される前の本、すなわちそれが忍なり寺に残っていることを知り、忍なり寺の本を、まあ、元にして私の本を書き始めたわけであります。忍なり寺の本というのはほとんど日本では紹介されておりません。で、その中にですね、あの、まあ、天文学に関する、あまあ、記述があちこちになることに気がついたわけであります。そしてその一節を私なりに解釈といいますか、まあ、解明したわけですね。それを読んで、まあ、 ま、驚愕したと言いますか、驚きましたですね。なんと、自動説を解いている部分があったわけであります。それについてのビデオは、このょ今日のこのビデオの最後の方に、あのー、つけておきますのでどう、どうか皆さんご自身で判断していただ,いただきたいと思います。 え、それはも、ともかくとして、その皇帝大帝に出ている、なぜ、じゃあそこで問題って感じますかね。なぜその当時の今から、あの、五千五百年前の人たちがですね、まあ、皇帝大帝が五千五百年前にかかったということはないんですよ。当時はまだ文字はありませんでしたからね。まあ、ともかくも、あの、当時はですね、口から口へと暗記して、まあ、子孫へ、あの、知識を伝えていくということが、あの、皇帝伝承ってうんですけども、それがなされてたんですよね。まあ、です、まあ、ですから五千五百年と比べませんけども、皇帝大帝が、まあ、五千五百年、今から五百年、 1500年前にいたと。その時代にまあ中国を探っていますとヤンシャオ文明があったんですね。いわゆる紅河文明シーアングのまあ。 に、東側ですね。シーアの東側。よく東と西を間違えるんですけども、東側ですね。に、あの、シーアのヤンシャワ文明、半端、半端遺跡点にもありますけども、そのあたりがどうも、あの、高河文明の発祥地であると。と、同時に私はそこに皇帝に目をつけたわけであります。いわゆる、ヤンシャオ人ですね。で、ヤンシャオ人と、それから同時にメソペタミア、ポタミア文明がシメル人によって開かれるわけであります。で、私は、その当時から、まあ、あの、 ヤンシャオ人とメソポタミア人の関係について調べて、調べていたわけであります。今、ここにお見せしているのはあの、世界最古の地動説、いわゆる皇帝台形に書かれているあの地動説を説明したものです。まあ、ここではあの簡単に説明しておきますけれども、まあ、非常にこう、なんて言いますか。 ああの丁寧に説明してあるわけです当時は、そのね球とか地球とか、あるいはその地道という言葉がありませんでしたから、こういうふうに皇帝、まあ、大学の中では、周りくどく1つずつ噛み砕くようにしてあの地球の時点を説明しているわけですね、そしてまあ、地道説というものを唱えていたわけであります、でそれはまあ、この「目で見る漢方診断」という本の中で説明させていただきました。でまああのー その時にですね、あの、ごめんなさい、話,話を戻しますけれども、えー、シュメール人と、それからヤンシャオ人の関係について、まあ、私は、あの、深いつながりがあることを感じたわけであります。そしてですね、それ、まあ、その時はもう諦めましたですね。しかし、だからといってその証拠があるわけじゃないし、まあ、あくまでもそのが、黄河文明とメソフタベン文明がですね、同時期に起きたということについても、まあ、なって言いますか、 偶偶然然をを超えたた性を感じていたわけでありますでそこで今日ですね、あのビデオを作りました。それがこの535ですね。で、535をそれからこれから説明いたしますけども、この中で実はシュメール人とヤンシャオ人とは深いつながりがあったということが分かったわけであります。535ですねあの。ヤンシャオの神々とシュメールの神々が同一神であったというふうにまあ結論付けて、 書きました証拠と証明です、本当にささやかな証拠ですけれども、やっとこう尻尾をつかんだというふうに考えております、これはあの反売席で見つかったあの彩食土器ですね、でこれ、私、10枚しか写真を持っていなかったんです、あのあちこちから集,集めて10枚ですよね、でたった10枚ですよ、それこそちょっと頭に入れといてくださいね、そして同時にこれはあのシュメールの,あの彩食土器なんです。 です。これは42枚だったかなこれ全部数えて42枚ですよねの、の写真しかありませんでしたで。非常に少ない数の写真だったんですね。で、この彩色の土器というのはですね、あの、まあ、土器に色をつけたものでありますけれども、本来ならばシルクロードを通って、あの、まあ、例えば黄河に、あの、シアンにやってきたとするならば、その道すがらにね、あの、ちょうどこう、 地層のようにこの文明というものがですね、積み重ねていくんですよね。ところがそういう形跡は全くないんですね。彩色土器はこの当時はメソプタミアと黄河流域のそのシーアンの近くしかなくありませんでした。ところで二つの、この中の二つを比べてみて驚いたんですね。今その二つを今並べてみているところです。右がシュメール、左がヤンシャオです。このヤンシャオの、シュメールとヤンシャオの土器を見てですね、彩色土器を見て、 私は初めてと言いますか。あの、ヤン・シャオとシュメールの証拠を掴んだと。今からちょうど5,500年前ですね。あの、こっち、あの、ウィキペデアなんかで、ね、は6,000年というふうに書いてありますけど、私は5,500年と見ております。この線を一つずつい、皆さん目で追いかけてみてください。全く同じ数なんですよ。いいですかこれは本目。あ、ちょっと三本目からいい。ごめん、3本目ですね。 3本、4本、そう、間違いあませんね。あの、三角の中の線はあれ、傷ですから。それからこれを、まあもう一、もう一つ来て、そして最後の円へと来るわけであります。この円、全く同じでしょそしてその、いいですかこれが、あの、右がシュメールですから、左が、あの、ヤンシャオですからね。そして今度は上、上の線もあるんですよ、ちゃんと。これ線、ね、見えますね、首のところ。それからこう下へ来て、1本目、2本目、3、えー、本目、 4本目。 5本目と。そしてそのけは分かりませんけれども、同じような模様が書いてあるんでしょうね。そして下にも線が入れてあるわけです。これはもう偶然の位置じゃありませんね。完璧にパーフェクトに一致したわけであります。これを見たときには本当に触れたと同時にですね、私の41年来のですね、もっとも本当はもっと先ですけれども、少なくとも41年来のメデメデ漢方診断を書いてから41年の謎が、謎といいますか、この初めて証拠、物的証拠をつかんだわけであります。なおち、左バビロン、ちょっとバビロンの位置ずれてますけど もバビロンギザになってますけどね、ギザ日になってますけど右がシーガンです。この間あのバビロンとシーアンの距離は五千九百キロです。そして私はですねこの二つの動機を比べてあのシーアン,あーヤンシャオと。あ 占める文明が、占める文、める人がですね、ヤンシャオ人と占める人が深く結びついていたことを、まあ、知ったわけであります。というか、この物的証拠を掴んだわけであります。これただ単なる偶然というのか、それともそうでないというのか、それは皆さんの判断ですけども、先ほど言いましたように、10枚と42個の、10個と10 42個の中から、でもこれだけの証拠が出てきたわけですね。これは偶然じゃありませんね。 あの、非常に少ないからもっと調べるともっと出てくると思いますよ。あの、疑いの共通性は。まあ、これからそれは、まあ、こういう私は調べていきたいと思いますけれども、私はここに書いたのは40年間、私はこの証拠を求めて、あの、本当にいつか見つかるだろう。しかし、その当時はですね、まあ、300年経っても見つからないだろうなというふうに思っておりました。すなわち、高、え、甲、ー、文明と、それから私、あの、メソ、中中中私たちが学校でもらいました、チングレス・ユーフラテス文明というのは、もう一つその上でですね、神様が同じだったということなんですよね。それは先 先ほの指標を見ていただけますよと分かりますように、あ、洪水、ノアの時代と、それから7代目の行ですか、行の時代に同じように起きているということなんですね。続くビデオをどうかご覧ください。 Why are the days named after planets reckoned in a different order from the actual order? 話を先に進める前に曜日と惑星の名前について説明しておきます。サンディはサン。 つまり太陽から来ています。これはわかりやすいですね。次に、マンディはムーンです。トゥースディはマーズです。ウェンズディはメキュリーです。 Thursday は Jupiter です。Friday は Venus です。そして Saturday は s a t n から来ています。このことを頭に入れて続く動画をどうかご覧になってください。 なぜ現在の日月火水木金どうになったか多くの歴史学者や考古学者は次のようなモデルを考えて大変苦労といいますか苦心してきたようです。まずその定説をじっくりとお読みください。 なぜ曜日の並び方は実際の惑星の並び方と違うのでしょうかそれについては多くの学者が多くの説を唱えています。が、現在では次のような説が定説化しています。左上のモデルは天動説での順序に並べた 七葉の順序と曜日の順序だそうです。で、天動説での太陽系モデルでは、七葉は地球から見た角速度が速いものほど地球に近く、月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星の順に並んでいると考えた。しかし、曜日の順序はこの順番またはその逆というわけではなく、二つ置き、 あるいは三つ目ごとに並んでいる。ここからが重要ですから、しっかりとお読みください。元来、七曜は一曜が一日ではなく一時間ごとに地球を守護すると考えられた。これがプラネタリーアワーである。プラネタリーアワーの順序は地球から 最も遠い土星に始まり内側へと進む。結果に24時間後、すなわち翌日の第1時間目の守護星は3つ前あるいは4つ後の太陽となる。以下、順に土星、太陽、月、 火星、水星、木星、金星、そしてまた土星が各日の第一時間目の守護星になる。第一時間目の守護星は同時にその日一日の守護星ともされ、その日は守護星の名をもって呼ばれるようになった。こうして現在の曜日の順が決まった。 わかりましたか私にはさっぱり理解できないのです。実際には膨大な表が用意されていて、その表に従って、現在の日、月、火、水、木、金、土が決まったと説明されています。が、私が考えたと言いますか、私が発見したモデルは大変わかりやすく、そして古代の 非数学とも一致しています。どうか林博史の考えた曜日モデルをもう一度ご覧になってください。よろしくお願いします。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about weekdays and yin-yang five element doctrines, and it's my pleasure to explain here in this video how these doctrines were created long time ago in Babylonia. My idea is quite simple and easy to understand. 陽人陰陽五行はどのようにして決まったか について説明します。太陽です。太陽に近い方から惑星は水星、金星、地球ですね。そして火星、木星、土星と並んでいます、えー。地球はですね、月と置き換えます。そして水星、金星、月をですね、内惑星と呼び、火星、木星、土星を外惑星と呼んでいます。1プラス6イコール7のバビルニアの比数学に則っ,った、まあ、ドクトリンということになりますね。 今言いましたように、水、金、地球、まあ月ですね。内惑星と言います。そして火星、木星、土星を外惑星と言います。そしてダビデの、ダビデの星が決まりました。ダビデの星は基本的には三角形が二つ組み合わさっています。まあ、六角形ではないんですよね。三角形が二つです。そして、縦の三角形を 内惑星とします。で、外の、外のと言いますか、あの、逆三角形の外惑星とします。そして、このダビデの星に内惑星、外惑星を並べていきます。まず、水星ですね。そして、時計回りに金星。ここに金星を持ってきます。そして、次に月ですね。こうして、内惑星の位置が決まりました。今度は逆三角形の外惑星です。火星をここに持ってきます。そして、やはり時計回りに火星。 木星、土星と持っていきます。こうして、外惑星の位置が決まりました。そして、普通は中心にですね、太陽を置きますね。ですから、ダビデの星の中には、中央に丸い、まあ、太陽ですけどもね、が描いてあるのがあります。そして、これをですね、順に戻していきます。月。それから、火星。水星。木星。 金星土生と戻していくんですけども、もうお分かりですね。こうして、太陽、日、そして月、火、水、木、金、土と決まりました。バフィロニアでは1プラス6、すなわち、日曜日が先だったということになるわけですね。まあ、こうして、曜日が決まったということです。で、現在、私たちが使っているカレンダーになりました。Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday ということになります。 で、私の考えたモデルは、まあ、わかりやすいと思います。今度は、引用五行論について説明します。まあ、中国で生まれたということになってますけども、中国ではありませんね。今、使いましたモデルを基本ですね、これは今言いましたように、え、糸芸丸に、月、火、水、木、金、土と並んでますね。そして、それをですね、まあ、あの、5つの、まあ、丸と言いますかね、に分離します。 上はまあ、6個って言いますかね。6角形の形、基本的には6角形の形をしてるんですけどもね。そして、えー、まず木星をここに持っていきます。今度は時計と逆回りになりますけども、下を全部逆回りにすれば、同じやっぱり時計回りになるってことですよ。あのー、まあ常識的にね、現在引用語行論の木下土金水はあのあ、時計回りに回ってますけどもね。反時計回りだったと考えられます。まあそれはともかくも、こうして今度は時計回り、時計と反対回りに順に置き直していきます。 そして最後に月が残りますね。で、この月は外に出します。こうして引用5行が決まりましたけれども、ベースは先ほど言いました、まあ、ウィークデイズを元にしているということですね。すなわち、えー、引用5行は中国で生まれたのではなくて、まあ、ウィークデイズの一つのバリエーションということになるわけです。まあ、このように理解しますと、引用5行論もですね、簡単に理解できるということですね。なぜ、僕が独ッコになったのか。その理由はここにあります。 ということで今日はウィークデイズと引用語行の基本的な考え方について説明しました。が、最後に一つだけ問題が残りますね。今言いましたように水、水金、地火木、土の、まあ、惑星のですね、配列順に従って、まあ w e e k d a が決まり、そして引用語行が決まったということになるわけです。 となりますと、誰がそれを作ったか、誰がそれをしていたかということになるわけです。もちろん人間ではありませんね。太陽系を自由に飛び回ることができた人、なわち別の知的生命体ということになります。その別の知,知,知的生命体がですね、人間を指導して曜日と、そして引用五行を作ったということになります。そして、バベロニアのですね、7、比数学ですね。1プラス6、もしくは2足す五5。 イコール7の比数学に基づいて決まったということになります。Thank you very much for watching and see you next time. Bye.